今日も終わりましたね。え、YouTube か。そうだよ。適当にあげるようだよ。あの Vlog ってやつだろ。そうだよ。何でもかんでも収めときゃいいってもんじゃねえんだよ。俺の鼻水。最悪なんだけど。カメラのレンズにすると思ったら最悪なんだけど。普通に嫌なやつじゃん。で、俺の鼻水は、幸運を呼ぶ鼻水だから。だって今さ、吹き物もないからさ、吹けないわけじゃん。え、なんでお前はその鼻水をたくさん蓄えてるのに幸運じゃないんだって突っ込まないの？乾燥しないってこと？乾燥してこそやっぱあれし、幸福が訪れるみたいな。ご紹介してもいい？いいよ。30年前この体を受肉しました。へー。名前は、え、それ過去の名前、今の名前。ユーキー、クリムジョー、バンビエッタ、渡辺、バスターバイン。今の名前長っ。どれがファーストネームかもわかんないし。なんか、やった方がいいことありますか？いや、ないですよ。そこ映ってないんで。そうなんですか。はい。でも、我慢してパーティー食っちゃえばいいじゃん。すごい、もう口周りもビリビリ。辛いとかじゃない。まずい。しかもさ、すんげえ俺も粉っぽいんだよね。全然ダメだよ。なにこれ。なんかせめて謎肉とか言う、ちょっと肉。あ、肉じゃないこれ。肉じゃなくて、アバネロの塊だ。ここでやるとき毎回ちょいゲロしてんのか。家帰ってから？いや、ここで。ここで？あ、お願い。お前追いついとるぞ。ほら、ちょっとほら。追いついてない。なんと16分リバープ。無理。気持ち悪い。あ、気持ち悪い。もう30だしさ、人生で最後かも。ここ1で1キロ食べようっていう。なんか、そうだ。やろうって思わんの？料理は美味しく食べたい派だから。え、美味しかった？いや、お腹いっぱいになってきたら俺、美味しくなくなる。ほんと？食欲細胞はあります。いや、だから、お前はいつも通りなのよ。どうでした？アンチをするべきか否かって意見は変わりました。許すべきか許さないですか？俺のところあれよ。あ、おまけじゃないこれ。え、俺はだから別にこう、結局だからその、まだどこまで、だからさ、駆け出しなんかだったらさ、逆に来たことによって、あ、ちょっとは、まあ他人に見られたんだってところもあるし。あ、まあ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 、ちょっと有名になったな、みたいな。俺にもついにアンチが現れたぜ、みたいな。まあ、有名でと言われればそれまでかもしれないけどね。どうなんだろう。だから、まあ、正直結構自分の中で言うと、YouTuber は結構よく叩かれるがちや。うん、まあ。あれは、企画内容としてはしょうがない部分もあるなと思う。企画によると思う。いや、お前らそれ前提やって思う、それは正直。だから別になんかそこでメンタル来てるやつは、ね、自己自得やんと思っちゃうね、実際。内容次第だよ。うん。俺の場合内容が伝わらねえから。その話してないのよ。みたいなのめっちゃあるから、伝わらないんだよね。だからまあ、このやっぱ何年間かでそのアンチっていうものが増えて、クソガキがやっぱり多いっていう。あ、そうね、クソガキ多いね。この後大丈夫かなって思っちゃう。国を心配してるんだ。売れてるんだ、お前は。国というか、君大丈夫みたいな。俺？違う違う。本当に大丈夫かなと思っちゃう。人としてね。うん、何を勉強してきたのか知らんけど、その時代がやっぱり悪いなと思う。まあね、うん、何でもかんでもどんどん、まあ、簡単に発信できる、返答もできる、返事ももらえる、まあ、そんな世の中だったら、ね、確かに Twitter がいけるんじゃないか。てかまあ、X か。若干言ったもんがちみたいなところがやっぱずるいくなってきてるなと。昔は逆になんかそういうのを言わせもしないような世の中だったと思う。まあてか言える距離感が近いよね、昔はね。うん、で距離感が近いとさ、まあ普通にやられちゃうじゃん。うん、そこだよね。普通にやられねえって思っちゃってるから、うん、何言ってもいいみたいなところに繋がってる。
ところどころ黒、ところどころ黒。始まりました。俺今日すごい気になってるんだけどさ、半袖のさ、このアームとさ、ロンティーのアームがさ、太さ違う。見えないからいいかなと思って。俺はそれをこれでカバーしたと思って。あ、なるほどね。あ、それ俺今日ちょうど考えてたのよ。アウターヘビーじゃん、タンクトップの中に来たらさ、このギャップにやられんじゃん、わかる、うんうん、でこれってなんでかなってことを考えたの、ずっと何かで例えられないかなと思って。1から10っつったらさ、1が一番少なくて10が一番多いじゃん、うん、でこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 にグラデーションがあるじゃん、うん、っていうことなのかなとか一人で考えてた。でもあまりにもこの例えが薄すぎて、これだったらさ、ニットで毛足長いものとか入れてもいいわけじゃん。でも上がパーカーだとしたら、パーカーで10オンスで薄かったとしたら、中に毛足の長いニット入れて上からパーカーだったらさ、このグラデーションが成立しないじゃん。そのグラデーションの1から10の一貫性に人は美しいと思うっていうのと、見慣れているっていうものが、この中のボリューム感と外のボリューム感のこの美しい黄金比的なところの要因なのかなとか一人で考えてて、なんかプリントがあってさ、この視線誘導の話とはまた別軸じゃん、記事圧の、まあね、それってまだ言語化してねえなって感じですね。数字とかが一番こう語りやすいかなと思ってさ、どうなんだろうなと思うんですよ。別に見慣れてるってやっちゃうんじゃない。タンクってから軽くてだ、タンクってから軽いカッパ食ってからトンクってだ、うん、グラデーションするじゃん、油の量同じことなのかな。1から、あ、体の構造的な問題なのかな、血糖値的な。ほら、油吸入れたらさ、もう血糖値が、ああ、食い物のそれは、そう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 、あ、でそれを本能的に分かってるわけじゃん、きっとある程度で、油物を後にしていきたいって思った人がいるから、それを科学的に立証してるわけでしょ、気づきがあったから。焼き肉の話とか分かんないね。でもタンだけで終わる時とかない、普通にねえわ。ああ、いいな。お前さっぱりしすぎたすぎだろ。何かとこう低いところから行きたがるよねって。荷物もさ、荷物もさ、荷物に関してはさ、そのピラミッドみたいなものを多分連想してしまうからさ、本来軽いものを一番下に置いていく方が持ちやすいじゃん。上に重いものを持つ方がバランス取りやすくして、物を持つとき、その上に重いものを持ってくる方がいいよ。重いものから持っちゃうじゃん、うん、それって効率的ではない。だからそっちのその重いものから持つみたいなピラミッドのこの構造みたいなものが、重いものイコール土台になるみたいな、その連想から多分それやってんじゃん。なんかそれも非効率的だけど、そっちを選んでしまう人間の本能って何なんだろうなってちょっと思ってて。で、それと、もうこ、その、何、服のこの生地圧の問題って多分地形だと思う。人がディベートしてる。質感的なのは感じないのかな、見た感じ。さっきみたいにさ、暑いの、暑いのにしよっかっていうのさ、薄いとペラッと、ペラってるから、ああ、なるほどね。暑い方がその季節にその、まあ、季節のもう潜在的なイメージがついてるから、暑くあれよっていうもう大前提のすり込みが入っちゃってて、っていう、そう、見ながら、確かにそれもあるね、うん、っていうのもなんかいい例えねえかなと思いながら、でシャワー浴びてたら今日時間かかっちゃった。見て、わかりました。あ、じゃあ僕は着替えていきましょう。楽しみですね。はい、ちょっと、ちょっと、飛んで、飛び終わったら着替えてくれるやつ、すいません。あの、うぅぅぅぅ、ちょっと、ちょっと、普通に降りてた、ほら。オープニングの、あの、なんか、キュッキュッやったけど、じゃあ、動画着替えてくる。おしゃべりしてていいんだよ。繋いでおかないと。ここ使うの絶対。来週の自説返ってるんだけどさ。あー、来たっぽい。あ、でも、つながあるじゃん、単行本だからダメです。今週も知らない。YouTube で急にネタバレするの違います。ファッションチャンネル見てください。急にネタバレ食らうってやばくない？来週のワンピースさ、あの、TikTok さ、最近見てるとさ、もう、ネタバレ画像出てくるじゃん。うん。あれ、エグくない？ネタバレ嫌な人さ、1ページで見えちゃう。お前がネタバレを見るからそれ来るんですよ。まあ、それ来ないもん。そうなんだけど、いや、関連して見てたらさ、いずれ来ちゃうじゃん。ああ、うん。そうだからさ、これが、ネタバレあの、嫌っちゅうめんどくさいんだよ。どこまで話せばいい、こっちはわかんないからね。あ、でも、それでアンチ来たらありがとうね。話すんじゃねえよ。あ、なるほどね。で、単行本で出てるのもどこまでかわかんないじゃん、ジャンプ勢で。今ね、そしたら、どうやって踏んだ？
ジャンプ見ねえかな、マジ。薄いかな。そうなの。だから、時間かかるって言ってたから行こうかなと思ってるけど、どうにせば。本当にお腹空いてるの？うん。うってお腹空いてるときなかなか出なくなる。食い終わった後の音だけど、確かに。牛丼食いたいな。